今月3日、自宅近くの公園に虫取りに出かけた小学2年生の筒井大和さん。すると手で捕まえました。あれなんだこれと思ったらピンクバッタでした。嬉しかったですね。もそもそと動く全身ピンク色のバッタ。本来なら緑色の少量バッタです。大和さんは名前を付け、今大事に飼っています。ピンクちゃんですね。ピンクだからピンクちゃん。佐久市のパラダ昆虫体験学習館の金子館長に写真を見てもらったところ、突然変異の珍しい個体だということです。すごく珍しいと思います。茶色だったり緑になったりっていう色彩が変化する種類なんですよね。ピンク色になる遺伝子の要素っていうのも持ってまして、たまたまそれが強く現れたためだと思います。目立ってしまうので、より捕食されやすいっていうデメリットがあると思います。とっても珍しい虫を見つけたっていうことは、それはそれでとてもこんなことなんじゃないかなっていうふうには思いますね。大和さんは生き物が大好き。近くの祖父母の家でウーパールーパーや金魚、カメなど13種類23匹を飼っています。そこにピンクちゃんが加わりました。ピンク色の少量バッタは全国各地で見つかり、インターネット上では幸せを呼ぶとして話題です。早速大和さんにも小さな幸せが訪れています。お母さんが怒らなくなりましたね。幸せを呼ぶピンクバッタ、大和さんはこれからも大切に育てていきたいということです。